それでは会見始めたいと思います。よろしくお願いします。大臣から冒頭ありました、はい、お願いします。おはようございます。今日はちょっと多くて4件ございます。1つ目、先週23日、土曜日です。愛媛県上島町にございます湯気商船高等専門学校の湯気丸竣工記念式典に出席し、翌24日日曜日です、国立国際美術館の視察及び大相撲三月場所の表彰式への出席をいたしました。湯気商船では新しくなった練習船に実際に、乗って拝見させていただきました。災害時に飲料水、電気などを供給する災害支援機能や学校でのシミュレーションと連携融合できる最新の教育環境を拝見し、海洋人材の育成に向けた取り組みのさらなる進展への期待が高まった視察でございました。また大阪にあります国立国際美術館では、関西地方を代表する現代アートの国際拠点としてふさわしい充実した内容のコレクション展を拝見したほか、現代美術に関する収集、展示、調査、研究等の取り組み状況や課題等について伺うことができました。最後に、大阪三月場所では大相撲の三月場所、ごめんなさい、大阪でありました大相撲の三月場所では、臨場感あふれる迫力のある取り組みを拝見しました。そしてその後、内閣総理大臣杯の代理授与を行いました。その後、関係者との意見交換も行わせていただきましたが、改めてスポーツが多くの国民の方々に活力をもたらすものであることを実感いたしました。では2件目です。従来の児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査においては、不登校の要因の多くが無気力、不安とされていました。その実態が見えづらかったことを踏まえて、令和5年度分の調査から調査項目や調査方法を改めることとし、本日教育委員会等に向けて調査表を発出しました。具体的には本年度、文部科学省が子どもの発達科学研究所に委託した調査研究の内容を踏まえ、認識ではなく不登校のきっかけや背景にある事実に基づき回答する形式に見直すこと、従来の主たる要因一つを回答するという形式から複数回答形式とすること、回答にあたっては本人や保護者、スクールカウンセラー等への確認を推奨することとしたところです。加えて不登校の要因にかかる教師と児童生徒等の認識の差の有無を確認するため、今後も定期的に不登校の要因にかかる児童生徒本人へのアンケート調査を実施することといたします。また今回の調査研究も踏まえて、心プランに基づく不登校対策を一層加速することとし、児童生徒の悩みを早期に把握し支援につなげるための心の健康観察やスクールカウンセラー等の配置充実、学校風土改革や授業改善、校則の見直しの促進などを通じて誰もが安心して学べる学校づくりを加速してまいります。次が3件目です。本日 A メドより大学発医療系スタートアップ支援プログラムの公募が開始されます。近年世界的な潮流からも、医薬品や医療機器等の開発実用化のためには大学発医療系スタートアップの存在が不可欠となっております。このため本事業では、医薬品等の実用化支援のノウハウと実績を有する橋渡し研究支援機関を通じて、医薬品等の実用化を目指す研究者やスタートアップ企業への支援を強化します。文部科学省としては、本事業により我が国のアカデミアの優れた基礎研究の成果が医薬品等としての実用化に結びつくことを期待しております。最後の4件目です。明日の27日で文化庁が京都へ移転してからちょうど1周年を迎えます。明日の節目に際しましては、文化芸術のさらなる充実発展に向けて、私から文化庁職員に対して訓示を行いたいと考えております。この間、文化庁では戸倉長官のもと、
食文化と文化観光の推進本部を設置し、地域の文化資源を活用した魅力ある文化観光の推進や食文化の振興を図ってきたほか、文化財の強靭化、クリエイターなどの育成や文化施設の強化、機能強化など文化芸術予算の充実に取り組んできました。また関係機関の皆様のご理解ご協力のもと、デジタルを活用した新しい働き方の工夫や京都、さらには関西を中心にさまざまな連携が進んでいます。私としても今後も文化芸術をさらに発展させ、文化芸術と経済の好循環を図るなど、全国各地において成果を感じていただけるよう取り組んでまいります。以上4点です。ありがとうございます。それでは管理者 NHK から最初に質問させていただきます。来週で能登半島の地震の発生から3ヶ月となります。新学期も始まりますが、教育の分野でどのようなサポートが必要だと認識されていらっしゃいますか。それに対して文科省はどのように取り組んでいかれますか。教えてください。はい、元日からほぼ三月が経過しようとしておりますが、石川県からの要望に基づき、中学生の集団避難先での学習指導や生活指導等に必要な教職員を55の都道府県市および独立行政法人教職員支援機構の協力を得て、文部科学省職員10名を含め延べ290名を派遣したところです。また児童生徒の心のケアなどのためにスクールカウンセラーを22の道府県から延べ84名派遣いたしました。先日3月22日金曜日をもちまして集団避難が終了したことに伴い、文部科学省の調整による集団避難先への教職員派遣についても終了いたしました。教職員の派遣については現時点においては石川県から追加の要望をいただいてはおりませんが、スクールカウンセラーについては新年度においても被災自治体の要望を踏まえつつ追加派遣を行うこととしているとともに、被災前と同様の教育環境を確保するための教職員の加配等を行うこととしており、引き続き被災自治体における学びの継続や心のケアに取り組んでまいります。以上です。ありがとうございます。それでは各社さんから質問ありましたら、教育新聞の久保です。教員採用試験の日程に関して質問したいと思うんですけれども、私どもが行った調査においてですね、2024年度に実施する教員採用試験に関しまして、文部科学省が設定した標準日より前に実施する自治体が、過半数だったという調査結果が明らかになりました。大臣かねてからその当事者意識を持って、この日程に関しては当事者意識を持って取り組んでほしいとおっしゃっておられましたけれども、この結果に関する受け止めをまずお聞かせください。それからあと与党等からですね、さらに前倒しした方がいいんじゃないか、人材確保の観点からするとさらなる前倒しが必要だというような声も上がっているんですが、この点何かご検討されている部分はございますでしょうか。また私どもが行った調査では日程の前倒しを行わない理由として、教育実習との日程が重なっているですとか、効果に疑問があるといったような声がかなり上がっていますけれども、この点も含めてですね、何か対応ご検討であればお聞かせください。はい。教師の志望者が減っている、あるいは倍率が下がっているということがかねてより言われておりました。そして他方、我々としては教育の質の向上のためにはできるだけ多くの教師志願者を確保し、優れた教師人材を採用することが重要だと考えました。そういうようなことで、その各業種での採用の時期がですね、今多様化しつつあります。つまり一つの日を決めてそこから用意どんではなくて、どんどん変わりつつあります。教員採用におきましても意欲ある教師志願者を確保するために、昨年5月に令和6年度教員採用選考の第1次選考の日程について、6月16日を一つの目安としてできるだけ前倒ししてくれませんかということを要請しました。そして令和6年度実施の採用選考におきまして多くの教育委員会で積極的に対応していただける見込みであるということで、今ご質問があった通りでございますが、これはその我々文部科学省だけではなく多くの教育委員会がやはり同じような危機感を持って対応していただいた結果ではないかなと思います。
そしてまたさらに、今後一層というお話もございます。そこで課題になりますのは教育実習の実施期間との関係でもございます。我々文部科学省としては大学において効果的な能力育成の観点を能力育成を図る観点からも例えば 1,2 年生の段階から早い段階から学校現場を体験させるというのも一つのやり方ではないかなと思います。学生が柔軟に教育実習等を履修できるよう教職課程の在り方を見直すことも必要だと考えています。特に小学校の方はまだよろしいわけですが中学校高等学校ここについては新卒の受験者数がコロナの時期から減少してきております。採用選考を前倒しすることによって他の職種に流れていたそういうような人たちをこの学校の教師ということでの受験に向かう流れができるようになるのではないかなと我々期待しているところです。今後の対応でございますが令和6年度の目安としてお示しした6月16日は一つの目安でありまずは最初のスタートポイント一里塚ということでございますので他の業種の動きこういうのを見ていくともう少し前倒しをしていくことも必要かもしれないと考えております。今後改めて各教育委員会や大学に対して要請をするということを考えていきたいと思っております。以上です。あと1問でお願いします。はい、共同通信の小島です。不登校の分析調査の件でお伺いします。昨日の調査結果で学校側と子ども側 の認識の差があるということが明らかになったと思いますけれども、この認識の差っていうのがどのような背景で生まれているかっていうところをどのようにお考えになるか受け止めをお伺いしたいのとですね、先ほどお話もありましたけれども今後の文科省としてどのような調査結果をどのような政策に生かしていきたいかお考えを教えてください。はい、今ご指摘がありました通り、文部科学省が子どもの発達科学研究所を委託した不登校の要因分析に関する調査研究、ここでの不登校の要因について教師の認識とそれから児童生徒や保護者の間で、一部に差があるということが明らかになりました。我々としましては令和5年度の児童生徒の問題行動不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査における不登校の要因に関する質問項目や方法を見直すとともに回答にあたっては本人や保護者スクールカウンセラーなどへの確認を推奨することとしております。また不登校の要因にかかる教師と児童生徒等の認識の差の有無を確認するため定期的に不登校の要因にかかる児童生徒本人へのアンケート調査を実施したいというふうに考えています。加えてこの結果も踏まえつつ昨年3月に公表した心プランに基づき、教職員による子どもの悩みの早期発見に向けた心の健康観察やスクールカウンセラー等の配置による早期支援の充実、学校風土改革や授業改善校則の見直しの促進などを通して安心して学べる学校づくりを加速していきたいなと思っています。それでもう少し申し上げますと、その前回までは不登校の主たる要因が無気力不安というふうにされていたところでそれが多かったということでございますけど、今回の調査で分析をしたところその児童生徒本人や保護者の回答から両者にほとんど差は見られなかった。児童生徒と保護者です。他方教師の回答からは、いじめ被害、友人とのトラブル、親子の関わり方などの把握できた象徴的な事実がない場合は無気力不安をしたる要因とされる可能性が高いということが指摘されたところでございますので、今後見直しをして例えば現在の無気力不安に相当する選択肢については学校生活に対してやる気が出ないなどの相談があった、あるいは不安や抑うつの相談があったなどの
事実の有無について複数回答で回答する形にすることといたしました。まあ、こうした取り組みを進めることで不登校の要因の正確な把握あるいは有効な対策の推進に努めたいと考えています。ありがとうございます。それでは会見終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。